ぷっぷーぬぬだよ。みなさんこんにちは。ぬぬファクトリーのぬぬです。今日の動画はですね、ついに私のランクル250が納車されましたので、みなさんにお披露目していきたいと思います。イエーイ。イエーイ。ただですね、買ったのがだいぶ前になりますので、ちょっと細かいところ私も忘れかけていますので、今日は皆さんと一緒にどういう装備だったのかっていうのを改めて振り返っていきたいと思います。はい、それでは早速ランクルお披露目していただきますか。はい、じゃじゃん、こちらになります。かっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいよね。で、このガレージにアルファードと250いるとめちゃくちゃ迫力あると思います。すごい。はい、今日はそんなめちゃくちゃイケメンな250を詳しく紹介していきます。はい、ではヌヌさん、はい、早速このランクル250、どういったものなのかご紹介いただきたいと思います。はい、まずはグレードからですね。はい、今回の250は3つグレードがあって、 ZX、VX、GX という3つになってます。はい、で、私が買ったのは中間グレードの VX のガソリン車になります。これディーゼルもありますよね、ラインナップ的には。はい、で、本当はですね、ディーゼルがめっちゃ欲しかったんですけど、やっぱり抽選を優先したので今回はガソリン車という結果になりました。で、ボディカラーはプラチナホワイトパールですね。うん、いい色。はい、もうね、逃げの白もう無理よ。だってさ、こっちがね、そう、黒なんでね。これもあるし、今入院中のね、クラウンとかも黒なので、もう黒塗りはさすがに、しかもこの大きさ無理ということで、今回逃げの白にさせていただきました。まあ、こちらもですね、バスターコールネオを施工する動画なんかも近々撮っていく予定です。まだこれはじゃあ当社のコーティングはかけてないと。そうですね、納車されたてほやほやで全然乗ってないので、まだ何もコーティングとかしてない状態です。続いてはサイズです。はい、250は全長 4925mm、 全幅 1980mm、 全高 1935mm となっています。もうすごいね、5メーター2メーター2メーターって感じ。ランクル300とはそこまで大きさの差がないんですよね。うん、ほとんど大きさ変わらないです。はい、で、隣のアルファードと比較してみると、このランクルのデカさっていうのはすごく伝わってくると思います。いや、結構このガレージも広いですけど、うん、やっぱりこの2台並ぶと、うん、もうすごいことになってますね。そうだよね、結構このガレージもちょっとパツンパツンな感じがしますよね。はい、まあ、かなりね、迫力あります。ではフロントの方を見ていきます。はい、フロントの方ね、グレードによって一番違うのはやっぱりこのヘッドライトになりますね。 VX の場合はリフレクター式になってますので、こういうようなデザインです。あとは一番上の ZX とかになるとプロジェクター式になります。ただこの VX もフル LED なんですよね。うん、フル LED なので視認性はバッチリです。で、この VX とってもいいところは、後々丸めに変更できるっていうのがとてもいいところです。はい、ZX になってくるとアダプティブハイビームが搭載されてしまっているので、その後に丸めに変更っていうのはできないですね。うん、ただ VX の場合はそれがないので丸めに変更できます。で、私は後々丸めにしたいなってずっと思っていたので、あえてこの VX を選びました。あとは特徴としては、うん、このグリル周り、うんうん、今これシルバーの加色にここもなってると思うんですけど、はい、これはなんか VX の特徴らしいですよね。うん、うん、そうですね、他のグレードになってくるとちょっとカラーが変わってきます。 VX ね、このシルバーが嫌だっていう声もちらほらあったんですけど、まあ、個人的には結構馴染んでて渋くていいんじゃないかなと思います。うん、かっこいいと思いますね。いいよね。で、あの丸いトヨタマークじゃなくて、このトヨタっていう横文字、これいいよね。これ欲しかったっすよ ね。私たちのラインナップではこのロゴなかったので、とっても新鮮でかっこいいです。はい、続いてサイド見ていきます。はい、まずタイヤホイールからですね。で、このグレードの場合だとこういうデザインになってます。ちょっと暗めのグレーで塗られてて、すごくバランス取れてますよね。で、今回の場合は18インチになります。で、 ZX とかになってくるとさらにインチアップするみたいです。で、確かにカタログ数値だけ見ると20インチとかの方が良くないと思いますけど、意外と18インチでもタイヤがかなり分厚いので、すごく馴染んでると思います。なんかこれでも全然迫力を損なうみたいな、うん、ないですよね。そうですよね、めちゃくちゃ迫力出てると思います。はい、でもここフェンダーアーチとかはもうがっつり樹脂ですね。
でこれモデリスタとかつけるとボディ同色とかになるみたいです。でこの辺のねステップとかも全部樹脂、こんな感じですね。うん、でねちょっとね雨上がりで若干走っちゃったんで汚れてるんですけど、この汚れがまたいいですね、ランクルの場合は。いやそうです ねいい感じ。で上の方を見ていくと結構細かいんですけど、ここだけピアノブラックで塗り分けされてたりとか、あとあんまり見ないですけどこういうところにも樹脂がついてますね。なんか窓枠の樹脂みたいな ねこの辺とかあんまり見ないですよね、はい。そしてお気に入りはやっぱりルーフレール。でルーフレールはルーフレールレスにもできたんですけど、やっぱりね SUV 特にランクル系はルーフレールないとダメだよなっていうことで私はつけました。これね中から見てもらうと分かるんですけど、サンルーフが今回ついてるんです。いいっすね、ちゃんと開くんですよ。これだやったね、うん、初めてのチルトできます。屋根付きはヌヌさん初めてですもんね。そうだね、オープンカーとか持ってますけどサンルーフとか今までなかったのですごく嬉しいです、はい。でそれの関係でこの途中からルーフレールが始まってますね、はい。そしてミラー、でかい。でかいよね。でか。全然私の手よりでかいもん、ほら。本当だ。すっごいごついの。この辺もエンボスが効いてるのいいっすよね、うん。なんかちょっとしたデザインなんですけどね、かなりこだわられてます。これすっごい反り立ってるでしょ。結構、うん、うちのスタッフさんもみんな乗ってるんですけど、うんうん、乗った時にやっぱりガラスがすげー前に来るみたいな、うんうん、言ってましたね。確かにね、こうなんかこう寝てる感じが全くないもんね。だってアルファードとかみたいにさ、なだらかな感じはないもんね。全然違いますね、こうやって見ると。そう、ドーンって感じだよね、はい。まあね、この前も言いましたけどやっぱり撥水剤のレビューがとてもしやすそう。これちょっと楽しみですね、はい。でここの前とかもがっつり樹脂、いいな。いいよね、もう樹脂がいいのよ、これはすごく似合います。ガソリン車でもさ結構良くない？いやなんか音めっちゃいいっすよ。うん、なんかさこうエンジンかけた時のちょっとブワーンっていう感じが意外とガソリン車でもちゃんと伝わってくるのですごく気に入ってます。はい、リアの方回ってきました。でやっぱりリアの方も丸いトヨタマークはなくて横文字とランクルの文字も、はい、見てこれ黒かっこよくない？白ボディに黒エンブレムめちゃめちゃかっこいいです。で、まあ、お気に入りポイントいろいろあるんですけど、まず一つここ、あもうプラドからのそうそう伝統のねこちら、おこんな感じ、まあ、ちょっと今トノカバーついちゃってるんですけど、まあ、軽いものとかだったらここから出し入れもできます、はい。これいいよね、今までなかったからねちょっと楽しみ。ライトはこういう形状ですね。でもちろんリアの方もフル LED になっています。これ確かリアホグがあるんですよね、うん、リアホグがここだけここについてますね。でこの出っ張りすごいよね、ここの、はい、座れそう、これちょっと座れなかったちょっと開けてみます、はい。パワーゲート、はい、パワーゲートです。やっぱりこれぐらいのデカさだったらパワーゲートないとちょっときついですよね、はい。でただここにヒッチメンバーつけちゃうとこのパワートランクが使えないみたいです。 ありましたね、そんな仕様が。で私はパワートランク絶対欲しかったのと、あと引っ張るものもないんでヒッチメンバーはなしにしました、はい。でトノカバーね結構でかいですよね。うわ長長いんです、まあ、ロール式なので使わないときはこういう感じでできるんですけど、まあ、これだとやっぱり3列目が出せないんですよ、うん。なんで3列目使うときはいちいちこれを取り外して、まあ、ガレージに置いたりとかしないといけないのでちょっとそれがめんどくさい。でここのね結構肝仕上げでふわふわでいい感じで、収納はここだけですね。マットは上がらないんで本当床下収納はほぼない感じ。はい、それでは続いて内装を見ていきます。はい、内装黒内装なんですね、はい。このグレードだと黒のみっていう形ですね、はい。で、まあ、内装ドアパネはこんな感じです。で結構この辺とかソフトパッド使われてるし、ここもソフトパッド。
でも樹脂はここだけっていう感じですね。全体的に本当武骨ですよね。あんまり装飾とかもないんですけど、それがまたいいと思います。このドアポケットとか、照明がねついてるんですよ、結構そういう照明多くて、例えばこことかこの辺りとかにも照明ついてるんで、すごい気が利きますよね。あとはリア席にも同じところだったり、あとこことかね、この辺にもついています。結構照明類が充実してますよね、夜間とかでも物とか探しやすそうでいいですよね。よいしょ、はい、乗ってみるとこんな感じです。似合いますかね。はい、高くていい感じですね。あ、よかったよかった。でなんか本当にね、コックピットみたいな感じでね、すごくかっこいいです。こういうエアコンの吹き出し口とかも丸になってるんですよ、でなんかちょっと細かいよね、この縁とかも。そうですね、すごい綺麗です。こういうところとかもね、なんか模様が入ってますからね、結構細かいですよね。はい、ステアリングはこんな感じです。まあ、結構この辺とかは本革巻きになってて質感いいですね。でここにも横文字のトヨタが入っています。なんかゴツゴツしてますね。ゴツいよね、はい、でこういうステアリングスイッチの形状とかも一個一個がゴツいですよね、かっこいい。で見てください、これ私がもうこれ必需品としてるんですけど、ドライバーモニタリングシステムも搭載されています。メーターはこんな感じですね。今回はフル液晶ではなくて7インチだったかな、それぐらいのメーターになってます。で他の上級グレードだと確かフル液晶になってたはずです。シートの方は本革シートになってますね。でこんな感じの形状で、なんかランクルってもっと座り心地固めなのかなと思っていたんですけど、意外とふわふわしていて乗り心地も良かったです。でシートヒーターとシートベンチレーションもそれぞれ独立でついていますね。これは3段階ですね、3段階で調整ができます。ナビはこんな感じ、 12.3 インチのナビになっています。でこれはねアルファードとかと同じナビなのでとても使いやすいです。早速このナビの色を変えちゃいましたこれ変えれるんすよね。そう、最近知ったんですけど、私的にはこのグリーンがお気に入りです。これ注意点が一つあって、同じ VX のディーゼルだと、ディスプレイオーディオプラスだったり、JBL がオプションで付けれるんですけど、これ VX ガソリンヌーさんのこのグレードだと、オプション設定がないっていうのがあるので、ちょっとそこは注意した方がいいかもしれないです。そうだね、ナビとか細かいところも注意してください、はい、でその下はエアコンの吹き出し口で、ここのつまみが結構ボコボコしてるのでとても握りやすいですね、はい、エアコンの送風口はこんな感じで全部物理ボタンになりますね。この辺操作性とても良さそうで、オーディオスイッチがなぜかここにある。普通この辺じゃないですか。そうですよね、ちょっとね慣れるまで時間がかかりそうです。でビューボタンはこちら、結構画質綺麗ですよね。でその下はタイプ C の差し口が3つもある、いいですね、いっぱい充電できると。 HDMI ですね。ここも照明が、そうだね、細かいよね、でトレーがあって、トレーあって、でドリンクホルダーは縦に2つですね、蓋とかないです。でシフトがいいよね、この昔ながらのシフトブーツ、最近は全部電子制御に変わりつつあるんですけど、ランクルは未だにこのガシャガシャってやつなんで、これとかすごく気に入っています。でブレーキホールドと電波のスイッチがあります。でここにねランクルっていう入ってるんですよ、ロゴが。この辺かっこいいですよね。これはただのなんか蓋とかじゃなくて、加色なんですよね。そう、ただの加色、なんかシガーソケットとかあるのかなと思ったんだけど、全然そういうわけではなかったです。まあ、ヌーさんはこの辺は使わんすよね。はい、はい、あの埼玉なんでね、ほぼ平地なんで使わないし、よくわかんないです。じゃ次センターコンソールですね、縦開きになります、で中は非常にシンプルですね。肝仕上げとかはないです。でここにシガーソケットとかないんだ ね。あれあれ、こっちもないし、ないシガーソケット。言われてみたらシガーソケットってないっすね、ないね。え、ないちょっとこういう車は初めてですねあんまりないです、ランクルのこのアルミの加色めちゃめちゃかっこいいですよね。かっこいいです ね、とってもいい感じです。ダッシュボードはこんな感じ、この辺全部樹脂なんですけど、めちゃめちゃ平面ですよね。オーバーヘッドコンソールはこんな感じです。タッチ式だね、かっこいいね、この二眼。本当だ、ね、かっこいいよね。で LED ですね、はい、ここサンルーフです。ちょっと今もうすでにチルとしちゃってるんですけど、
チルとするときはこうですね。開きますね。そう、こんな感じです。めっちゃ良くないですか。いや、開放感がすごいぞ。そう、なんかオープンカーほどはいかないけど、ほぼオープンカーみたいな感じ、はい、ちょうどいいですよね、開き方が。はい、はい、で、ここの内側のカバーは手動ですね。閉めるとこんな感じです。閉めると結構暗くなっちゃうね。それとミラーはデジタルインナーミラーになっています。こんな感じ。これがないとね、うん、ちょっと安心できないですね。そうですね、この大きさだとこれは必須ですよね。で、普通のミラーにこうやって切り替えることもできます。サンバイザーはちょっとまだシートがついちゃってるんですけど、ここにバニティミラーとバニティランプも完備されています。では助手席前見ていきます。まずここですね。これちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、はい、黒のパイピング加工されています。結構目立ちにくいんですけど、よく見てみるととてもおしゃれです。はい、でグローブボックス見ると、あ、照明がついてる。そう、グローブボックスにも照明がついていて二段式になってます。結構車検証とかもすごく綺麗に収納できそうですよね。全体の質感なんですけど、そんなに高くはないけど低くもない、ちょうど中間ぐらいですね。はい、でこのセンター周りも見ていくと、この辺とかも樹脂なんですけど、ただの樹脂ではなくてちょっとラメ入り、キラキラした感じの樹脂になっています。でこの辺とかもアルミの加色だったり、シフトブーツも本革のものがついていたりします。でここもちゃんとソフトパッドのニーパッドついていますし、ウィンドウスイッチの台座なんかも同じくちょっとキラキラした樹脂になっています。シートなんですが、 VX の場合は運転席がパワーシートになりまして、助手席の方は手動になりますね。なのでそこがちょっと違うかなと思います。ではこのまま2列目行ってみます。では2列目こんな感じです。はい、まあ、2列目もね、質感結構シートのところとか高いと思います。はい、じゃあちょっと真ん中から見ていこうか。はい、で真ん中ね、エアコン、ここ絶対あれだよね、デジタルで出るよね、ここ。そうですね、そうだよね、はい、でシートヒーターとかシートベンチレーションは2列目にはないですね。うん、であとシガーソケットここにあった。あ、本当だ、ここなんだ。そう、ここにあって、あとタイプ C が2つ。このタイプ C って確か3列目用もあるんですよね。うん、あるある、このね、横っちょから見るとありますね。はい、あります。この辺はね、全部樹脂になります。でシートバックポケットはそれぞれ後ろに1個ずつついてますね。でここ合格ですアームレスト2機みたいになってる。でアームレストは途中で止まるタイプ、はい、で蓋とかないんですけど、ドリンクホルダーが2つついてて、ここもキラキラ系の樹脂ですね。いい感じです。でなんか人によってはちょっと頭上空間が狭いっていう声もあったんですけど、確かにね、ここはこのサンルーフのせいでちょっと森ってなってるんですけど、そこから後ろは結構ゆくりてますね。うん、あると思います。で足元も今私のドライビングポジションに合わせてるんですけど、結構ゆとりはあると思います。でこの2列目ですね、リクライニングもできますと。これが今多分マックスで倒れてる状態で、あ、どこにあるんですか、レバー。ここ、これこれ、へー、でっかいやつでね、結構これだいぶ動かない。これ、これが多分結構直角、うん、で倒すと結構倒れる、うん、全然可動域が違いますね。うん、この辺ね、結構リクライニングの幅も多くて、はい、個人的には気に入っています。でエアコンの吹き出し口、真ん中にはなくて上ですね。ここに左右1個ずつついてるのと、あとでっかいルームライトもあります。なんかこれおしゃれじゃないですかね。家のクローゼットについてそう失礼まあこんな感じですね。はい、はい、じゃあこの2列目は確かタンブルでしたよね。そう、くるりんぱできるんです。ちょっとやってみます。はい、くるりんぱこんな感じです。はい、じゃあちょっとこっちもやりますね。はい、くるりんぱ、この掛け声いる。でまあくるりんぱができるので、3列目から乗り降りするときはこの状態にして、この隙間から乗り降りする感じになります。でこれが邪魔なんですよね。そう、邪魔なんよね。ちょっと撮ってみる。はい、はい、どっから撮るんでしょうね。これなんかさ、微妙な位置だよね。うん、後ろからも遠いし。あ、もう乗り込まないとっすね。そうだね。いや、重い。重いし硬いんだよな。
おうおう、これどうやって撮んの？あ、撮れそう。いけー。壊れちゃう、壊れちゃう。よし、まあとりあえず撮れた。お、長いからさ、ガラスとかすごい怖いんだけど。撮れた。これはもうちょっとなんか気の利くトモカバーだと良かったっすね。そう、なんかさ、ここにリアガラスについてるやつとか、折りたたんでコンパクトにできるやつとか、そういうのが良かったな。だってガレージない人さ、これどうすんの？青空駐車に放置していくの？これこれヌヌさんはちなみにどうします？これはガレージ保管だね、はい、あんまり使うことないし、多分フィルムも貼っちゃうから、うんうんうん、これはもうガレージ保管でやっときます。はい、はい、では気を取り直して3列目を出していただこうかなと思います。はい、よいしょ。3列目展開。これ VX は手動なんすよね。座面は？ちょっと待って、座面は？あれ、これ後ろから出すのかな？あれザメないじゃんね。3列目の出し方がわからない。あれ、何なのこれ。ちょっともう一回押して、はい、3列目からやったら何かが違うかもしれない。え、もう一回いくよ。やっぱり座面がない。どうすんのこれ。座面です。さあ、ヌーさん格闘したい。もう一回、はい、テイク2で。テイク2、はい、まずこれ背もたれを起こすね。はい、でここの隙間からこう、あ、これですね。こうです。ここから引っ張るんですね、手で。そうだね。これ確か ZX だと、うん、確か電動でしたよね。そうだよね。だからさ、楽々できたんだけど、これね、手動だとちょっとめんどくさいな。あ、めんどくせえ。そしてめちゃめちゃ直角。これリクライニングできんのかな。あ、できたできた、はい、できて、うん、あ、これでいいね。ちょっとクルリンパ戻してみますね。うん、うー、怖い。はい、クルリンパ。うん、これはもう一番寝てない状態です、うん、2列目は。そうだね、こっちからの操作はできないんだね、ここの。ちょっとじゃあ下げますよ、うん、はい、こんな感じですね。はい、結構きついと思います。足元はもうね、おにぎり座りよ、これ。おにぎり座りって何ですか？体育座りか。体育座りでしょ、普通。体育座りして、で、ここのおにぎり座りって何？え、おにぎりみたいじゃない。はい、で、ここの床が結構高いから、はい、足元は結構キツキツな感じですね、うん、もう膝とか結構疲れそうですよね。うん、疲れる。だから本当にちっちゃい子とか、まあ、荷物置き、そういう系の使い方になっちゃうかなと思います。で、ただ装備は充実してる。ここにもね、ドリンクホルダー2つあって、まあ、鍵置きみたいなちっちゃいトレーもあって、さっき出たタイプ C の充電口もあるから、装備はね、充実してると思います。両側にあるんですよね。そう、両方同じ装備がついてるし、エアコンの送風口もここについてる、まあ、あくまでちょっと非常用って感じですか、ね、そうだね。だから一応これ7人乗りじゃない、7人ぎゅうぎゅうで乗るってことはあんまりないと思います。それでは今2列目をクルリンパして、3列目を全部収納してみるとこんな感じです、はい、で、ラゲージの細かい装備見ていくと、ここにシガーソケットが1つと、あとラゲージライト、ここついてて、反対側も同じのついています。で、こっちの助手席側の下の方がえぐれてますので、幅のあるものなんかも積みやすいと思います。ちなみに2列目の背もたれだけ倒すとこんな感じです。フルフラットまではいかないんですけど、まあ、結構平らな感じにはなりますね。で、幅がありますので車中泊とかとてもしやすいと思いますが、この間の段差がちょっとできてしまうので、何かマットとか敷いてから車中泊してあげるといいと思います。
はい、というわけで今回はランクル250が納車されましたというご報告動画と簡単に内外装レビューをしてみました。最初はやっぱり中間グレードの VX でしかもガソリン車ということでかなり妥協して買った感はあったんですけど、やっぱり実際来てみるとめちゃくちゃかっこいいですし、所有満足度もかなり満たされています。中間グレードっていうことではあるんですけど、例えばシートヒーターとかドライバーモニタリングシステムとかそういう最低限必要な快適装備っていうのは搭載されてますので、個人的には全く問題ないかなと思っています。今後のこの子の出番なんですけど、まずはバスターコールネを施工していきます。でその後はうちのスモークフィルムなんかも施工していきたいと思っています。でそれともう一つはですね、ここヘッドライトを早速丸めに変えていきたいななんてことも思っていますので、ぜひランクル250オーナーさんだったりとか納車待ちっていう方は引き続きヌヌファクトリーを楽しみにしていてください。こんな感じで私のチャンネルでは普段コーティング屋さんをやっていますので、いろいろな車が登場してきます。車好きの方はチャンネル登録よろしくお願いします。それとコーティングのご依頼もたくさん受付中です。ぜひ公式 LINE からよろしくお願いします。それでは今日はこの辺でヌヌでした。バイバーイ。